車で首投げに行って、そのまんま、寝転ぶことって多いんですよ。そうそう。で、その時に、しっかり押さえ込まないと、ひっくり返されて馬乗りになったりするんで、で、なんつうときになんつうで、こっから、バーンと投げまして、このまんま、投げられます。このまんまの状態で、投げられると多いんですけど、ここのところでしっかりと押さえ込みたい。うん、まあ、これ、まあ、柔道やってる人は結構やり込んでるって多いと思うんですけど、まあ、首の後ろですね。首はロックしたまんま。うん、で、力で首持つというか、しのげれば、この道着、ここです、この、相手の道着なり自分の道着持ってもいいです。自分の、この自分の足の道着持ってもいいです。うん、で、ここ、胸に乗りすぎると返されるんです、ブリッジ。うん、はい、簡単に打ちます。で、浅すぎるとこの腕抜かれるんですよ。うん、なのでしっかりこの頃合いですね、しっかりで、この腕は脇の下でしっかりこう引っ張って張ります。だこれ引っ張りすぎると乗ってしまうんですよね。で、グッと、どちらかというと右のお尻と右の胸の横ぐらい、なんて言うんですかね、これ脇の下で相手の、まあ、胸上ぐらい押さえるような感じですね。で、結構上手い人はこれだけでタップ取ったりするんですけども、で、足は受け身の時と同じぐらいの広さで、この手を抜かれないようにしっかり抱えるんです。で、ちょっとブリッジしてます。ここで、ここでバランスを取りながらブリッジを防ぎます。で、この足をまた、絡めに取りに来るパターンが結構あるんで、うん、そういう時はこう上に、で、ここからの技です。ここからこの腕をこのまま腕絡みで取りたいですね。で、ここからパーッと挟みます。しっかり。で、挟んで肘がここです。で、ぐーっと伸ばしていきます。で、足首が右足は立てる。この膝を右足は立てる。はい、左足は下ろす。で、これでここ膝が決まります。でぐーっとこれで腰を持ち上げることによって肘の感覚ができます。もう一つはこっち、いつも練習してるこっち側ね、決めて、ちょっとゆっくりやる、こういう形で、これも腰を、まず最初はこのまんまの状態からこっち側難しいんで、パッと挟んで、でぐっと伸ばす、こっちは上げる、こっちは下げる。